フィッシュ2番アドバンストバリアブルジオ11から13枠目。イエーイイエーイイエーイ。はい、2個目さんいらっしゃい。黒金さんいらっしゃい。今日もレベル1でね、どんどんエンディングを、各キャラのエンディングを見ていきましょう。コンフィグモード夜の分よろしくお願いします。はい、見ましょうかね。ゆかちゃんは難しそうだからな。はい、自由できそうですね。わら。まなみちゃんに行こう。まなみちゃん簡単そう。で、6個目されちゃい。あらついできそうですね。早いキャラはね。おいおい、来る場所間違えてんじゃねえのか。レリリンならいけそうかな。他誰かいるかな。まあレイミさんも結構簡単でしたね。ジャハナさんもね。ファーストバトルファイト。パンチ。ダーク。うわー強い。PC に比べるとだいぶ格闘ゲームらしくなってますね。あ、そうですか。10個目だね。じゃあ本番学ぶ。ゴロゴロ強い。でんて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 ん。より速くなってるよね。早くスムーズになってるって書いてある。ま、あの パッケージには10番ゴクさんにやっちゃい。ブランカですか。キックダメで横キック。あ、しまった。ブランカ系ですね、マナミちゃん。あ、これね、一旦下がってにゃー。にゃーがいる。うわ強い。ブランカみたいにできる。10番ごくさいじゃん。10個目さいじゃん。ボンバイマナミ。マナミ強い。確信。今の全部つながってそう。わら。てんてんてん。アドブアリ。十六個目です。ね、一応ああいう初代ストツーみたいにやったやつはあるじゃないですかね。ダイヤ縛りね、キャンセルの波動拳とみたいな、ああいう、あと壊し連打みたいなね、ありそう。お子様は好かんのやけど。オイエス、オーケー。ファーストバトル。バトルです。ウェイクレスが大暴れ。赤と大悟されて。ネコロペットパンチ。意外と射程が長い。ちょっと強い。ノーコンキドでしょ。ブランカですね。ボンバイマナミ。ガードオンみたいで紛らわしい。わら、強すぎじゃね。タカさんでしょ。本当マナミちゃんを届け。マナミちゃんコンピューターが本気出したら一番強かったからね。ファイト。ロケットパンチの間に溜められるのが大きいよね。逆に綾子ちゃんはちょっと苦戦しそうな予感。
強い赤戸大門さんが出る。あやこちゃんの技は何があるか。マカスピンとレイブストーム。ゴロゴロは発生が早いですね。ゴロゴロ発生が早いですね。波動拳、あのネコロケットパンチ出そうと思ったらゴロゴロアタックになっちゃう時があるからなぜか波動拳打ったと漏れたのにゴロゴロアタックがため技が出るっていうね。思ってたんと違う技、わら。そう。ため時間がやっぱり短いですね、これね。うち、エリナ・ゴールド・スミスよね。エリ・リンって呼んだってな。エリリン。プロンプロン。ファーストバトル。ファイト。ネコロケットパンチ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 。この蹴りのためはちょっと出が遅いですね。ゴロゴロタコ早いけど。本当だ、カニ動いてますね。すごい背景のカニが動いてた今。電気攻撃しないんですか。電気攻撃ブランカやないからありませんエリリンのパンチ攻撃はあの一瞬にして削られるからね、恐ろしい技だよねネコ乱入。放送が始まると動き出すというね、猫が。よいしょ。和骨です。バーソーさんです。ウォンバイマナミ。ナミ。音が逆な気がします。確かに。紛らわしいね、確かに。猫ちゃん出てきました。しかし猫耳はつけてないまなみちゃん。うん、あ、確かに。私は決して負けられない。小玉ひともらしだけして逃げてった。まなみちゃんですから今度行けるのいいですね。テレビ台の前になんかあれ濡れてる。おしっこほどじゃないんだけど、なんか水滴が。あ、これもいいんじゃない。これ、あ、でも火炎山で返される。すごいな、まなみちゃんすごいね。一番繋がるじゃない。簡単にコンボいけるのがいいですね。これ猫汁出してる。昨日はこたまのやつ、あのティッシュペーパーの上に漏らしてね、また朝浮こうとしたら、あれこのティッシュウェットティッシュだったかなと似合うぞと。ティッシュボックスティッシュの中におしっこしてる。
強いですね、本当に。こんばんは、ワクオツです。猫じゃらしさんですね。今クロンちゃんのおかけっこでして、なんかテーブルの上のボックスティッシュが下に落ちてたんですよね。それですかさず、強い。一人用の時はね、それで何回も負けましたからね、一人用のストーリーモードの時はね、まなみちゃんに。ゆかちゃん、ガードしても攻撃できないから。ゴロゴロは空ぶってもスカ硬直短いのもずるい、わら。悔しいけど、今回は負けだわ。アンモニア除菌直してこなくて。あ、あと、まなみちゃんスライディングもなかったっけ。アンモニア除菌でされてしまった。悪いけど、勝たせてもらうよ。弟子開けたばっかりだったのに、もう一箱濡らされてしまったというね。キャフン。ファーストバトル。わい。スライディングなかったっけ。ない。ないね、ないね。おう、ちゃんと CPR 総流行けて。猫とロケットパンチ多段ヒットするぞ。よし、ベースにしたい。マナムイ。セカンドバトル。ファイ。はい、しまった。森さんが一番されちゃい。まなみちゃん足も速いんだよね。移動スピードも速い。マナミ。マナミちゃんの勝ち。ファイファイ。こんなに強い人がいるなんて聞いてないよ。次は誰かな。まだ千穂ちゃんの方でだ。松田千穂。さあ始めようか。ファーストバトル。ネコロケットパイ、おう。ネコロケットパイ。あっ。ボラボラだ。ボディープレスもある。ボディープレス。飛ぶぞ。ウォンバイマナミ。セカンドバトル。ファイ。こっちの方がいいのか。
ところだ。ゴロゴロ。ウォンバイマガミ。私がここまで叩きのめされるなんて。同じ。同期の対戦。ファーストバトル。ファイ。ボロボロだ。ボロボロだ。ボロボロだ。あと。エコロケットパー。ボロボロだ。ボロボロだ。ニャーゴ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 強い。エコロケットパー。あら失敗。あら。ニャーゴ。ニャーゴ。ボロボロだ。エコロケットボロボロだ。ボロボロだ。ボロボロだ。ボロボロゴロゴロ。ボンバイマナミ。セカンドバトル。ファイ。ニャーゴ。今ニャーゴなんでか取れたんだ。ボロボロタック。ボロボロタック。すり抜けたよ。このキャラ強キャラなの。前はこの敵にボコボコにされてなかった。そう、56個も出ない。ネコロケットパンチ強い。ストーリーモードのマナミちゃんでも強いね、はっきり言って。これ今難易度1だけど、ストーリーモードのマナミちゃんはちょっとめちゃくちゃ攻撃してくるから。あと2人か。顔への攻撃は当たらせませんから。ファーストバトル。ボロボロボロボタック。ボロボロタック。ボロボロタック。ボロボタック。あ、なんかチュンリーみたいなキックあるんだね、このまなみちゃん、まなみちゃんね、かおりちゃんは踏みつけキックが。ボロボロタ、ボロボロタ、エコロケットパー、エコロケット、ボロボロタ、ボロボロタ、ボロボロタ、ボンバイラウンド2ファイト。ロケットパンチ。
ロケットパンチ、ロケット、ロケット、ロケットパンチで歯をはめ殺せるじゃないか。Yes. よし、あとはジャハナちゃんだけだね。ね、メガネ割れましたね。かかってらっしゃい。まなみちゃんマジ強。ファーストバトル。バイ。ボラボラアタック。ネコロケットパーン。ボラボラアタック、ボラボラアタック、ボラボラアタック、セカンドバトル、ファイト。バニノン、ニャーゴー、ロコロン、ロケットパンチ、ボンバイマガン、大体20分くらい。先生、まなみちゃんの勝ち。パチパチパチ。ありがとうございます。ふん、あなたの力、私ほどじゃないんですよ。大したものね。パチパチパチを。ありがとうございます。金持ちまなみちゃん。いっぱいこうたるね。そして数年後。つのき先生、どこに隠れてるの？早く出ていらっしゃい。先生、呼んでるけど。先生。マナミ、何の因果か幼稚園の先生に、教育しているのかされているのかはわからないが、とにかく頑張れ。これは大変だ、ここの幼稚園。大きな園児が一人いる。はい、というわけでマナミちゃん、マナミちゃん簡単でしたね。だったら確実にマナミちゃん弱体化されてましたね。マナミちゃんは弱体化されます、これはね。どれ行こうかな。ボタバスターさんはちょっとあれかな、かおりちゃんやりやそうだな。かおりちゃんもベノムストライク打ってれば安全じゃないかね。これあんたのリズム聞かせておくんなはれ。こんばんは、ワコツです。つづさんいらっしゃい。ファーストバトル
ファイあと何よ竜巻でエンケンフ強いじゃないあとはジャンプ中にパンチガオーリセカンドバトルファインキャンセルかからないこの子は難易度が設定通り順当に強そうですよね準優勝者でしたね確かねこの技が下とパンチだからなんか勘違いしちゃって下と蹴りじゃないんですよ、あれね、今の技は。下とパンチだからね、ちょっとイメージが違うよね、なんかね。ジャンプ中に下とキックならわかるけど、ジャンプ中に下とパンチだから、下とパンチで蹴り技が出るので。あなた、VG は辞退すべきですね。それがあなたのためですよ。こんな負け方するなんて、うち、弱くなったんかしら。うち、エリナ・ゴールド・スミスよね。エリリンって呼んだってな。ファーストバトル、ファイト。オラー、エンケフ。エリリン見るとたこ焼き食べたくなっちゃう。エリリン見るとたこ焼き食べたくなっちゃう。デッデッス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 。おはー。デッデッス。はー。来た来た来た。お、なんか組み上がる。ボンバイカオル。大阪にはこんな格好で歩き回ってる人がいるんですよ。大阪はもうね、何でもあるんだけどね。セカンドこんな格好で逆に歩いてても平気だってことですよね。この技は危険だ。おい、エンケフ、エンケフなアホな。ボンバイカオル。エリリンも今頃50代くらいでこんな格好で歩き回ってるんだろうね。エリリンどうかな。50代になってもやってるかな。
ファーストバトル、ファイト HF 決定数決定数エコー HFよいしょ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 、あ、狂ったよ、よいしょ狂ったわよ。待ちたいでしょ。悔しいけど今回は負けだわ。修行し直してこなくて。一度あなたと戦ってみたかったんだ。わあ、おい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 はい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 、ご了承いいですよ、年技ご了承がいいですよね、はい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 、あおっ、えっ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 、はい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 、えっ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 、Yes. Ten, ten, ten. いい勝負でしたね。またいつか戦いましょう。こんなに強い人がいるなんて聞いてないよ。真面目腐ったやつは嫌いだ。ファーストバトル、ファイト HF HF、はい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 、はい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 、はい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 、ぐる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 、はい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 、ぐる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 、はい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 、
ぐる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 。ウォンバイタオル。セカンドバトル。ファイ！ぐる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 。ぐる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 。ファイ！ファイ！おい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 。おい！おい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 。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ウォンバイタオル。てんてんてん。いい勝負でしたね。またいつか戦いましょう。あんなすごい蹴りがあるなんて聞いてないよ。お姉ちゃん、遊ぼう。ファーストバトル。ファイト。はい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 。私の足の匂いを食らいなさい。はい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 しょ。おい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 。はい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 。はい。あれ今の技どうしてるのかな、この顔面をこ、あれ顔面を股間につけてるみたいな。顔面を膝で蹴ってんのかな、どうなんだろうよくわかんないけど。トモさんじゃあファイえい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 。顔面を胸に押しつけてる。メッセージ顔面に膝なんですか、俺は。えい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 。顔面に膝を当ててる。ハザード点灯してた。ゲー細かいですね。てんてんてん。いい勝負でしたね。またいつか戦いましょう。自分そこまでする。俺様と当たるとはあんたもついてねえな。トモさんあれです。ファーストバトル。ファイト。エッケフ。えい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 。ワイショイ。エッケフ。エッケフ。エッケフ。はいはいはい。ごめんなさい。ウォンバイカオリ。カオリ。セカンドバトル。ファイ。エンケフ。エンケフ。ハー。え、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 え。エンケフ。あ、ほうほうほう。あ、ほいほい。おい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 。はい。ウォンバイカオリ。カオリ。
声にしか聞こえない。また戦いましょう。リターン待ちだ。こんな勝負納得がいかねえ。お、どうやら。やだ、違うわ。イエス。ファーストバトル。弁慶風ってつまりどういうことですかね。弁慶風、ボンバイエでもない。これが弁慶風。弁慶風。はい。遠剣風。遠剣風。えい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 。SC。ボンバイ。よいしょ。パラリン。ダラダパラリン。ボンバイ。偏西風だね。なんだっけ、本当本来は遠剣風。遠剣風？遠剣符、遠剣符ですね。ツバメの剣の斧、ツバメの剣の斧ですね。遠剣符。ほい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 、はいはい、はじくこぶされちゃい、わいわしょい、わしょい。ツバメの剣の斧、そうです、遠剣符。エスケープにも聞こえる。エスケープ、エンドケージ風じゃない。はじくこぶされちゃい。遠景脱毛症の一種ではないですか。遠景ゲームでも遠景脱毛症でもない。もう一個は列戦衆、列戦衆遠剣風。螺旋蹴りはあの声がないですね。パッパッパッ。世の中には不思議なこともあるのですね。私同じ人なのか、幻を見てるのかしら。どうやらクローンがいますからね。さあ最後はジャハナを倒して。どこにもなく、あ、確かに遠征してそうな顔ですね。なんかトリカブト育ててそうですよね。なんかね。トリカブトを育ててただれた学園にして。毒じゃないですか、やだ、わらわら。ファーストバトル、ファイッ！ワイワイワイ！ワッショイフォルゲイ！おう。通過されちゃい。ウェイトレス頂上決戦。ついにカオリちゃんがその頂点に立つ時が来た。おい！ウォンバイ、イエス、やっと報われる時が来た、ついに。セカンドバトル、ファイ。秘密の花園の人はどうだ、どんな感じだったっけ、メガネかけてると思ってる。まあこんなイメージだったんですよね。この回し蹴りかっこいいですね、回し蹴りのモーション。少ないね、少ないキャラパターンでちゃんと回ってる感が出てる。でで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 。よくできてますよね。パチパチパチ。ありがとうございます。去年の借りは返せたようですね。借りは返したぞ。あなたは所詮その程度なのね。勝たせてあげたのにも気がつかないんだ。負け惜しみよ。どうやら終了ですね。風が気持ちいいわ。そして数年後、柳瀬香織、以前より希望していたアニメ声優のオーディションに合格。全国を飛び回る忙しさの歌って演じる人気声優となる。歌って踊れる人気声優。作詞作曲
による TD も栄光を収め、夢のようです。子供の頃から好きだったアニメキャラを演じることができるなんて、まさかのまさかの声優エンドでした。テコンドーからなぜかアニメ声優になったというね。はい、まさかの。やっていきましょう。もう1キャラ2キャラいける？もっとなんか典型 A とかやってそうなイメージだった。わら、あやこさん、今かあやこ。あやこさんは竜巻旋風脚と波動キックね、はい、2種類のみ。うちを殺したら痛い目見んで。ファーストバトル、ファイト、ベストアップ。これをするんじゃない、これハスピンは、これ対空か、あまり使えなさそうだ。対空わ、まさくんじゃん、あやこちゃん。パワーウェーブ使えないゼリーみたいですね。そうですね、飛び道具があればねないですね、このギャル。グラップシュート、グラップシュート、これはやりにくそう。わら、パンチとかあるの？セカンドバトル、わい、パンチある、パンチ。お、下パンが対空になってる。下パンが真上に行くんだね、これ真上に対空兵器ですから、ね、レイベストパンチがみんな真上行くじゃん。下パンチとか真上攻撃が揃ってるけど、横のパンチがないよ。蹴りていこう。こだわりはすごく感じるキャラですね。こだわりは感じますけど。対空意識高いよ。対空はいいんだけど。これが下大キック。下小キック。離れたとこからレイミストーブ行こう。レイミストーブ。レイミストーブ。ああ、ちょっとレイストーンかわされた。あ、レイブストームなんだね、レイブストーム。あやこなのにレイミストームっておかしいなと思ったけど、レイブストームね、レイブストーム。ハードバトル、おたまー、大阪30年在住ですが、こんな場所こんな場所ありませんか。道頓堀って書いてある。レイビングストームはこうするのだ。投げに行けないな。もうレイブストームするしかないと。これをヒントにレイジングストームを生むで。ボンバイアヤコ、アヤコ、太陽の塔がこんなに近いわけがない。わら、てんてんてん、エロすんませんけど、パラレルワールド大阪。あんた強いな、うちに勝つやつ言うたら珍しいで。大輔のためにも私は決して負けられない。
ファーストバトルファイトレイジスターム、レイジスターム、オーイエス、オーノー、レイジスターム、マッハスピン、マッハスピンがちょっと使いどころが近場でマッハスピンやったら結構当たるんじゃない。マッハスピン決まった、笑決まった、あらまあ、ボンバイアヤコ、ダバダバ歩きのトミーさんの納得のブレイクダンス、ブレイクダウンゲボハーだっけ、トニーさんのゲボハーとか言ってたよね。あんたがうちに勝てへんのも、所詮は器の違いなんやと思います。ダック、キングだな。悔しいけど、今回は負けだわ。修行し直してこなくて。一度あなたと戦ってみたかったんだ。ファイト Yes, yes! Wow! 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 Yes!とりあえずレイブストーンを合流してワオダッシュ、いかん足が届かない、これマジでいかん、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 いやロスト、ウェイ、セカンドバトル、コタン、よし、ゴーラウェイ、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 コタマちゃん、クロちゃん見失った、クロちゃん布団の中に隠れたからどこ行ったーにゃわらわら逃げてった、おう、レイジスターム、ゴーラム、レイジスターム、えい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 、レイジスターム、レイジスターム、おい、レイジスターム、イエス、今日もう夜おしっこしてたから、ほったらかしにしてたらテレビの前に人影してたから人漏らししてた。アドバトル。ワイ。イエス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 。アヤコ、
テンテンテン。エロすんませんけど、勝負の世界は厳しいね。こんなに強い人がいるなんて聞いてないよ。私の技、お前ごときに見切らせはせぬ。オーイエス。ファーストバトル。ファイト。レイジストーム。レイジストーム。オーイエス。オーイエス。オーイエス。オーノー。おう、ん、なんか、あ、なんかバク転ができる、このキャラ2個押してバク転は書いてほしい、バク転が欲しい、わらわら、バク転ができるやん、なんか役に立ちそうですね、なんかコンピューター戦では役に立つそうライブストーン。チオちゃん対空なかったから普通に飛びかかっていけんじゃん。イエス。モンバイアヤコ。爆砕点だな。爆砕点決。セカンドバトル。ファイ。Yes. Yes. 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 Oh no. Oh yes. Oh yes. Oh, 投げた。 Okay. Yes. Oh.Yes! Yes! Happy! Yes! Okay! あらまあ、モンバイアヤコ。すんませんけど、勝負の世界は厳しいね。私がここまで叩きのめされるなんて。お姉ちゃん、一緒に踊ろう。両騎馬も扇3つ持ってるから格闘家としては強い方。ファーストバトル。ファイト。イエス。サンデビグミドンパチ先生なんです。ゴロゴロ返し。屈伸運動してる。マナちゃん屈伸運動してる。うん。うい。おい。おいです。Oh yes! 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 Oh yes! Bombard Ayako! Ayako, yes!Yes! Oh yes!
ワイシャオイワイホ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 イあれこれワイ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 シェイゴロゴロガイスワイ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 イエスボーイ。あらまあ、ウォンバット・アヤコ。お子様は帰って寝とりなはれ。この回転蹴りガードさせて直攻撃で固めてから回転蹴りすると強い連携できそうですね。うん、それしか方法はないですね、このキャラはね。他に多彩な攻めはできないですからね。ファーストバトルファイト。おう、おいおい、ダイヤ死にキャンセルがかかる。ボンバイアヤコ。オッケー。セカンドバトル。ファイ。ほら。ウェイ。おうおうおう、あれなんかバックスピンステップになっちゃう。まあいいや。オッケー、おまたビラキー、イエス。No, no return match. Oh. なんか 2P カラーはなんか全体的に緑が多いですね。緑カラーがね。OK。Oh yes, boy! Check it out! Check it, c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 heck it! Check! Oh yes! Oh yes! Aroma! Oh yes! ガチガチだったのね。レイブストーン。オッケー、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。蹴りでも投げがあるの。蹴りでも染み技がある。オーイエス。オッケー、ほら、チュッ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 。オッケー。チュッ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 。もうすごい。キス攻撃強いですね。
タタタ。脚光を浴びる人は二人もいらんのよ。うちの負け？うちは一体何もないやろ。私、お、準決勝。好きではありません。はしたない？なんですって？ファーストバトル。ファイ。おう。おう。ちょっ。Oh yes。OK。おう。おう。OK。おう。ちょっ。OK。OK。セカンドバトル。ファイ。Oh yes。OK。Oh yes。OK。OK。Oh yes。OK。Oh yeah。Oh yes。あらまあ。パンパンパン。エロすんませんけど、勝負の世界は厳しいね。勝負の世界は厳しい。思ってたんですけどね。脳みそ吸い取られそうなキスの仕方。うん。若返りそう。まあ若いけど、若いから。ここまで来たことを後悔させて差し上げます。オッケー、じゃあハナ。ファーストバトル。ファイ。オーイエス、レムストーム。オーイエス。オー。オッケー。オーイエス。オーイエス。オーケー。オー、レムストーム。オーイエス。レムストーム。オーケー、レムストーム。オーケー。アヤコ。セカンドバトル。ファイ。レブストーン。オーのバニーロー。オーケー。オッチュッチュッチュッ。オーケー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 。Oh yes! Okay, let me stop! Okay! One by Ayako! Yes! あと誰かな？あとはゆかちゃんとじゅんとさとみね。けど勝負の世界は厳しいね。パチパチパチ。ありがとうございます。あなたの力私ほどじゃないんですよ。大したものね。あらまあ優勝してしまいましたわ。どないしましょ。なんでも一番になるいうんは気分いいもんやわ。そして数年後。
大丈夫ですか看護婦さん。痛かったら勘弁しとくんだから。パチパチパチを。いう意味ではあんたが初めてやさかいに。え？よき綾子、どういうわけか突然看護婦になる。病院内では独特な物持ちと京都弁が受け人気者となる。いてて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 、そこじゃないって。善と多難ではあるが。看護師になった、まさかの。わらわら、うん、大変だ。よし、新人がやるとすごく怖い。そう、あと3人かどれで行こうかね。北太郎で行くか。勝ちセリフでボイスつくの、もしかしてこれが格闘ゲーム初では。そうなんですか。さとみ、他ないですっけボイスは。全力で行くよ。まあ、メッセージはねありますけどね。確かにメッセージあるけどボイスがつくっていうのは確かに。ファーストバトル、ファイト。火炎山と記憶だと1995年の太郎さんが最初だと思ってました。あ、それより前ですね。じゃね、イエースイエース。ストリップファイターはマスカル、イエース。これ対空で簡単にレベルが高いんでキャラだと迎撃されるんだけど、難易度1だから迎撃されないで。 OK、 トリップファイターはヒューカートだから多分喋んないで。セカンドバトル、ファイイエー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 イ。ワンバイタコミパーフェですよね。そうですね、確かにオリジナル続編もね作られましたからね。以前のユカはもっと強かったわよ。手加減なんてしてない。里美の方が強かったんだ。オッケー、地方選手松田地方。さあ始めようか。オッケー。プレステにあったにはよくできてますからね。2はもう普通の格格普通の格ゲーというか、あのね、バンバンコンボがつながるようになっちゃったからね。ファーストバトル、ファイト。チオちゃん対空がないから安心してこれいけるね。えーイエ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 ーイ。性能が弱い PC-98 で出してたすごさ。おう、98でガンとかな。プレステのやつこの間行ったお店では1万超えてましたね。1万超えてました。プレステの1ですか2ですか。セカンドバトル、ファイト。イエース、イエース。 SE が内蔵音源じゃないせいか結構迫力ありますね。そうですね、 SE はなかなかいいです。151個目で、イエース、イエース。プレステのやつはアーカイブスで出てんじゃないですかね。まああれプレステ3でしか遊べないけど、プレステ P でも遊べるんだっけ。 PSP でもね、そっちの方が安上がりかもしれないですね。実機バージョン買うよりはね。タイガーニーナミに高く飛びますね。飛びますね。対空がないキャラには楽勝で勝てそう。これコンピューター戦は。あなたも格闘家なら技よりも心を鍛えなさい。心を鍛えなさい。上に上がった時背景が切れてその上から降ってくるので見た目変な感じですね。確かに。
Okay. First battle. Fight! Yay! 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 Oh no, yay! Yay! 今なんでかわされたんだ。ああ、そうですね。これ RTA できそう。アーケードカード専用だったら、2も移植できたでしょうね、これね。RTA できそうですね。イェーイ！イェーイ！あ、かわされる。イェーイ！イェーイ！おノーイェーイ！イェーイ！ちなみに隣のお客さんは400円です。なんかスペシャル安いね。それだけまあ出たんでしょうね。パーフェクト。イエス。書いたわ。またいつか戦いましょう。自分そこまでする？あんた強いんだろうな。あ、こいつは対空があるよね。クボ、あ、アースシェイカーがね、アースシェイカー使ってきたらちょっと危険だ。さらにその近くにあるオーロラクエストは1万。オーロラクエスト高いね。ファイ。あ、クボタマスター。やだ。アースチェイカーやってこない。でも、あ。あ、何受け身があるの？今かあの受け身したね、なんか。あ、これは。イエス。あ、なんかアースチェイカー使ってくる。やっぱり。あ、でも使ってこない。今だ。パソコンで発売された格言にアスカ 120% もね、すごいいい出来ですね。あお。イエス。わお。カエンザー、カエンザーの方がいいかな。わお。オッケー、サトミ。セカンドバトル。ファイ。オノノノ。お。あ、ショーでも結構いい。あーらららら。おい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 はい。おい。すぐに潰された。イエースボーイボーイ。おーイエス。あい。イエス。あお。あぶね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 。パンチパンチパンチ。ワンバイタトゥーミン。オッケー。小足めっちゃつながりますね。もしかして小足から大足つながります？それはどうなんだろうね。つながらないような気もするけど、できるかな。ゼロコンボみたいなね、ヴァンパイアみたいにつながったら強いですね。いい汗かいたわ。またいつか戦いましょう。リターン待ちだ。こんな勝負納得がいかねえ。やってみよう。お、あやこ。このゲーム性でチェーンあったら強いですね。うん、わら。ファーストバトル。
ワイ。あ、まずいか。あう。流れはしないかったね。おお。おお。イエス。繋がってはないですね。あう。イエスボーイ。おうイエー。おう。おいえ、お、これで結構する。オッケー。イエーイ。オッケー。That told me, oh yes。ああ、そうですね。ファイ。オッケー。ダイヤシ攻撃をさせて帰るのがいいかも。オッケー。これ確実か、確実になるじゃない。オッケー。オーイエス。オッケー。これ強い。オーイエス。オッケー。あやこくん。ウォンバーサトミ。後の王様の技に。新たなクプパターンが笑う。新たな。あ、そうですね。94より早いですね、こっちの方がね。JOF よりね、あれ94年だけど、これもともとパソコン版はまだ早いですからね。するか思いました。駿河屋といえばエメラルドドラゴンがじわりと値上げされてますね。2000円くらいの時にお気に入りに入れてたんですが、今280。あ、ちょっとじわりと上がってますね。うちを凝らしたら痛い目見んで。エロレイン。ファーストバトル。ファイ。おう。おう、イエス。おう、イエス。できるから280万かと思った。イエス。おう、おう、おう。オッケー。おう、ノーノー。ゲゲされた。一緒にお気に入りに入れておいたレッスルエンジェルスは品切れになりました。品切れなんじゃだ。お、あ、これエディリンはさっきのキャラだけよとして当たるの。あやこさんだけだな、これ。あやこさんだけっぽいな。かエディリン体が細いからか。当たらん。デスレンジスダル買っちゃったね。通貨を見たその瞬間が一番安いのだ。デスレンジスは高いね、結構ね。でもプレステ2のやつも確かなんかプレミアついてるよね。セカンドバトル。ファイ。あ、な、今気づいたけどこれ調節できるんだね、降りるとこ。なんか早くできたり遅くできたりできる。左が押してたら速度調節できるんだっす。左押してたらなんかゆっくり降りて、右押したらスーッて相手の方向に飛んでいくんだけど。なんだって。なんと今気づいた。着地地点微妙に着地点が調整できるんだな。あら、ちょっと。あんた強いな。バグった。わ。
ん、ちょっと炎上しないなかな。今の格ゲーだと強い技はアップデで調整入りますけど、昔はバランス、昔はそうですね、そのままですからね。多分これ対戦したことないけど、多分バランスはどうなんだよ、悪そうだけど、対戦したいですよこれね。ファイイエーイ。対抗技使ってこないね、さとみちゃん。さとみちゃん対抗使ってこないね。おい、イエーイ。早く行ったら対抗使ってこない。さとみちゃん一番いい対抗持ってるのに、カインズだもん。レベルってどれぐらいですかね。セカンドバトル、あ、これですか。今1だから、あれですね、弱いですね。多分 8とかだと反撃来るんじゃないですか。駿河屋本店に現在エメラルドドラゴン2400円が3本ございます。あ、でも8でも先週エリリンとか楽勝だったから、8でもそこまで。ストーリーモードの方が強いんじゃないですかね、 CP レベルって。まああれは誰だっけ、主人公のゆかちゃんがきつかったのかもしれないけど、エメドラはやっぱ買うべきですね。ゆかちゃんで、ね、まなみちゃんが超強かったからね、まなみちゃんがなかなか倒せなかったから、それ以降はそんなにコンティニュー使わなかったですけどね。世の中には自分そっくりな人が3人はいるというけれど、ここまで同じだと鏡を見ているようね。準決勝。すごく謎なのが、あれだけいろんなのに移植されているソルジャーグレードが高いこと。結構本数もまだね、ハドソンのゲームだから。通販で買うな。そうでしょうね。になる。わら。まあ、近い人ならね、本店の方が安いでしょうけどね。ファーストバトル。ファイ。お。イエス。移植されている稲井石は来年ですね、yes. 中古相場ってのは。イエス、そうですね、変わらないですね。なんかね、サファイアもね、移植されてますけどね、コレクションでね、PSP に。移植されてもやっぱ高い、値段変わりませんでしたからね。セカンドバトル。ファイ。やっぱ。Q カード版が欲しいという人もとかね、CD 版が欲しいという人がやっぱりいらっしゃいますね。よいしょ、やっぱ本物というかね、そのまま昔の方が欲しいみたいな。イエーイ。50円で買いました。現場はコレクションとしての意味コレクションですよね、今ね。サファイアはもう手を開くす。今日この旦那さんにしたいですよね。ねえ、鑑定で本物が似てもね、海外版買って鑑定しないといけない。ねえ、バスティールは50円にしたらめちゃくちゃ遊びますよね。イエス。いい汗かいたわ。またいつか戦いましょう。私をここまで叩き捨てたの。サファイアミニにもね、移植されてますからね。ミニの方が安いですね。オッケー、ラストボス。挑戦者はあなたかしら。さあ、かかってらっしゃい。ビジランテとハイグレネーダーが値上がってるのは RTA 世界一さんの影響かもしれまえん。く、誰なんだ。確か香里ちゃんは2だと永久コンボあったんだよな。でも永久コンボがあった。今じゃ、まあね、じわじわと値上がりしてるかもしれないですもんね。ファーストバトル。ファイ。誰なんだ。バニの。イエス。イエス。イエス。おお、こうが来た。ノー、イエス。500円ぐらいでしたね。サファイアは PC エンジンにガールじゃない。おう、
Bunny Low! Oh yes, boy! Oh yes! Oh, oh yes!おお、カエンザ素晴らしい、デガカリ無敵だ。イエス。モンバイサトミ。サトミ。アマゾン1500円ぐらい。192個目されちゃい。あれです。よし、ファイ。発生直後から無敵なのいいですね。いいですね。安心して対空使えるね。イエス。オッケー。オーイエス。投げられなかった。オーケーオーケーオーケー。あ、スライディングある、スライディングある、なんかオーケー。イエース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 。鬼焼きと醤油玉を組み合わせた全く新しい対空は。ここまであれですね、どの子もなんか CPU は はめたりできるから面白いですね。 CPU 戦はね、対戦だとどれが強いかわかんないけど、対戦だとまなみちゃんとかエリリンとか強そうなんだけど、対戦だとまなみちゃんとか強いんじゃないかね。ありがとうございます。終盤に来てスライディングを。いい汗かいたわ。またいつか戦いましょう。あなたの力、私ほどじゃないんですよ。大したものね。大変！お姉ちゃん、日本一になったよ。とうとうやったんだね、お姉ちゃん。お、男が出てきた。もう、貧乏とはおさらばよ。子供いたんですね。弟らしいですよ。子供じゃなくて。矢島さとみ、生来の運動神経の良さとスポーツ好きということで、母校の熱血体育教師、体育教師になった。はい。何やってんの？似合いすぎ。オリンピックには出られないのよ。これ主人公のゆかちゃんの歯は一緒なのかな。どうだろう。来週あとゆかちゃんと久保田バスターですかね。一人が主人公の物語、泣ける。はい、来週でアドバンストバリアブルジオね、ゆかちゃんと久保田バスターをの久保田純ちゃんやっておしまいですね。あともうみんなやったよね、クリアしたよね。はい、で おしまいでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC2 版アドバンストバリアブルジオは毎週土曜日やってます。来週で最終回。おでした。おつおつでした。おでした。おつでした。おでした。おつでした。日本イラン戦、日本が1対0。おつでした。おつでした。来週も浅くちゃーす。オツでした。フワリアブルオツ。日本オツでした。はい、オツでした。これも夕日が美しいソフト100選に入りますね。夕日が100選には入るじゃないですか。100だから。はい、オツです。オツでした。はい、オツでした。ストリートファイターの桜は漫画だと体育教師なのに、ストゴだとゲーセン店員になったんですよね。体育教師からゲーセン店員になっちゃった。